己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよ。それがストライカーだろ。俺はストライカーだ。ねえ、やべえ。こいつまだ寝てやがれ。もらった。おい、ファウルだろ、ファウル。ある者は言った。フットボールの世界において一流のストライカーという生き物は、その時最もフットボールの熱い場所に一番強いやつバーン。突如として出現する。ここだね、潔。チーム Z の光になる。ドンピシャ。イエス。ナイスパス、バチラ。ナイボ、潔。無理だろ、あんなロングレンジ。今なら決まる。あっ、外れ。大川、終わった。やっぱここだよな、ニコ。ここが一番ゴールの匂いがする。あとはお願いいたしやす。低い。でも行く。あっ、君はエゴイスト、潔世一。俺もストライカーだ。俺が潰したんだ、こいつら11人の夢を。俺のゴールがもうなんだよこれ。気持ちいい。使えないなら俺がぶっ壊してやる。おい、なんだ11番の個人技なんて武器聞いてねえぞ。急ぎ。あいつ暴走か。俺が決める。ちぎれ。ぼーっとすんな、拾え。時計。パス回せ、潔。おい、聞いたのか。俺にどけだと。ふざけんな。いや、俺には見える、感じる。逆サイド、タッチラインギリギリを駆け上がる。お前が出せ、潔。行くぞ、見せろ、ちぎり。届く。しゃあ、クリア。これで終了。どけぞ、天才。奪うならこの位置だ。潔。どこがだよ、ザールディフェンス。ガラ空きだろ。あいつのテリトリーだ。攻め潰すぜ、波状攻撃。読み通り。そうか、こう使うのか。この目と脳で俺はフィールドの未来へ行ける。力で奪うんだ、俺のゴールを。さあ、ラストチャンスだ。見える、感じる。動き出してるのは俺とこの3人。このカウンターがラストプレー。ボールを奪われたらゲームオーバー。行けバチラ、お前の自由なドリブルで敵陣を切り裂け。見えてるぜジギリ。俺とお前で突破するぞ。バックカバーだ。読み通りいける。フィールドは俺が支配する。俺をおとりにして自分で行く気かよ。ディフェンスはあと2人。俺と国神でぶっ壊す。三鉄、お前にミドルは打たせ。やばいライチ、あいつ殺すな。来い俺に出せ。センタリング警戒しろ。打たせんだ先生。来いバッチャン、お前ならわかるだろう。俺も感じろ。最高だバチラ。あとはトラップして流し込むだけ。なんでいいんだよこの怪物は。どうする、ジャッジしろ。うちに入った。減速したら前に回り込まれてブロックされる。ダメだ、ゴールのイメージが湧かない。君は俺に勝てないよ。黙れ。そっちだイサギ、俺に出せ。俺のゴールで勝ちたい。そうだイサギ、思い出せお前のゴールを。ダイレクトシュートだ。おい潔、ちょっと黙ってろ天才。今いいとこなんだよ。オーケーストライカー、勝つってことだね。おおバロ、直接ゴールはもう警戒されてコースがないよ。ここは俺とパスをつないで。ヘテロ凡人、生きたいように生きて勝ちたいように勝つ。これが俺の帝王学だ。おっべえ、セカンドボール俺がうまい。潔より一瞬先に触れる。守備俺に出せ。どうする、パスか。違う、天才たちに並び立つためのダイレクトシュートだ。行くぞ潔、繋いでカウンター。なるはやは今俺の武器ダイレクトシュートをトレースしようとした。そうかトレースだ。盆栽かける盆栽、天才たちとも渡り合えるのかもしれない。バローは潔止めて。この下手くそ俺の意志で潰す。オフザボール、今バロー目の前にいる俺の動きと追走してくる。同時に見ることは不可能だからこそ生じる一瞬の死角をつく。ここだナギ、俺に出せ。見てるよストライカー、1対1でバローに勝て。トレースだけじゃバレない。行くんだその先へ。この一瞬で俺の才能を食いやがった。なんでなんでさ紙一重だったろ。なるはや俺とお前どっちが勝ってもおかしくなかった。違う、俺も俺とお前は一緒だと思ってた。でもお前は違う。お前はあの一瞬で俺の武器を取り込んで自分のものにしたんだ。潔、お前は盆栽なんかじゃない。お前は適応能力の天才だ。ありがとうなるはや。やめろよ。で潔、どっちを取る。どうしよう、なんか分かってるよナギ。俺たちはもっと上へ行く。来いよバロー、お前はまだここで終わる人間じゃない。なるはやありがとう潔、蹴落としてくれて。俺の分は今この瞬間に終わったんだ。潔勝てよ。お前は死ぬまで勝ち続けろ。ああじゃあな天才ども。適応能力の天才だ。そうか、生かすんじゃない。来るんだバロー。俺は間違っていた。でもそれは相手が変わるのを期待した他人への支配だ。そんなのは適応じゃない。バローのプレーを食うことで俺がこのフィールドを支配する。スコアは1対3。やっぱりここまでの状況を見て相手はナギの動きを警戒してる。国神のバローへの寄せは明らかに軽い。そして実際ナギへのルートはさっきまでより格段に狭く少なくなってる。だったら俺はバローを選ぶ。いい判断だ下手くそ。さあ動けよキング、これからのパスを欲しがれ。クソ行かせるか。そうだ国神、馬狼の突進に引っ張り出される。俺の狙いは受け取れナギ。いいね潔、させるかよ。飛び込むな。誘ったと思ったのに。あっぶね、飛んだハニートラップだな。出せおら落ちた草を。馬狼だから生かすかってろ。ナギは俺のちぎりでなんとかする。あ、そこにいる。四角の闇を切り裂くこの一瞬をお前は待っていた。ちゃんと見てたよ。こいつは餌。どれだけ誰かの心をノックしても人を変えることはできない。ゴールへの光が見えないのならその光になればいい。見ろ馬狼、俺はお前に適応する。俺が食って光に変える。シャー、こいつ自分のゴールのためにこの俺を使いやがった。これが潔世一、凪誠四郎が追いかけるエゴイスト。それと馬狼、お前は今まで通りプレイしろ。足手まといになんなよ。俺たちの邪魔すんなっつってんだよ。下手くそ。誰に向かって下手くそだと絶対に証明してやる。フィールドのキングは俺だ。ルーズボール。俺のシュートレンジは空いてる。確実な位置からゴールを狙える。一歩足んねえだろキング。どうする。撃つか射程外から。俺に出せ。あと1点でゲームオーバーじゃん。抱いた時点でほとんど防ぎようがなかった。あの時光と凛の中央突破だったんだ。体の運動量の低下までは読めてた。俺が凛より早く時光の能力に気づけたらもっと違う未来を引き出せたか。俺が壁に入ってりゃ俺なら迷わずジャンプして止めれてた。待てよ、そうか凛は俺が相手だから。あのフリーキックを俺が潔世一を使うことができれば食える。次ミスったら終わりだぞ。はっ、しゃしゃんなお嬢。何でもいいよ、絶対追いつくから。ああ、ラストプレーにはまだ早い。これです潔、珍しく俺の動きに連動してついてきてる。こいつをかわせたサインガン。ごめんなさい、全然抜けてないです。ごめんなさい。でも絶対勝ちだ。潔、てめえ俺をおとりに。待ってよ潔、置いていかないで。潔こっちだ。ワンツーかますぞ。その選択も何もかも見透かして凛は待ってる。でもこの密集が俺の狙い。この一撃で駆け上がれちぎり。全速前進。全員が進路を奪い合う中で凛の視界から完全に消え一気に打ちへ。最短で俺はゴールのニアサイドへダイアゴナルラン。これが俺の思い描いた俺のダイレクトシュートの絶対領域。完璧に抜け出したのにギリ追いついてきやがった。誰だこいつに勝てない。てか天才一瞬か。俺を読み切って追いつけるお前だからこそ生まれる。ここが俺の特撃バックヒール。